はい、どうも。ですね、今から車のタイヤを3本交換しに行こうと思います。はい、ですね、まあ1本はこの間車検で変えてもらったんですけど、残りの3本はね、もういつパンクしてもおかしくない状況なんでね、今から行ってこようと思います。はい、まあね、帰るきっかけは夏休みに、まあ、キャンプに行く予定なんですね、長野まで。まあその時にパンクしたら嫌だなということで、まあ買いに行きます。まあ一輪1個タイヤがまあパンクしても予備があるんですけど、他パンクしたらもう終わりなんで、今のうちから、まあ変えておこうと思います。まあ、この車もね、結構乗ってるんで、はい、まあ結構ボロボロっていうか傷がついてるんですけど、まあまだ乗れる、タイヤを変えれば乗れるっていうことなので、今から買いに行ってこようと思います。これが車検で買ったタイヤです。はい、でね、ここにね、ちょっと擦った跡があると思うんですけど、実はこれ車検を変えた日に、まあ、早速擦りまして、まあ奇跡的に、まあここのフェンダーの部分が傷ついただけで、フェンダーとここが擦れただけで大丈夫でした。で、変えるタイヤがこれと、あと反対側の二輪ですね。まあ、見れば分かる通り、まあひびが入ってもうボロボロになってきちゃってるんで、交換しに行こうと思います。じゃあ早速行ってこようと思います。今車検のタイヤをね、買いに行ってます。現在の温度37度ってないか、37度です。あっち、昨日ですね、梅雨明けまして、今日7月7日なんですけれども、もういきなり七夕だ、今日七夕、猛暑37度ですね。外を見てもですね、熱中症にすぐなっちゃうぐらい暑いですね。車のエアコンもですね、あんまり効いてないよね。あんま暖かい風がかなり出てる感じで、今日はこれからそらくんさっき言ったようにですね、私に乗ってる車のタイヤがすり減ってしまってですね、かなり古いタイヤなんで、車検の時にこのタイヤじゃちょっとお客さん車検取らないですよって言われたんですけど、通らせちょっと予算の関係でですね、絶対まずいタイヤだけ交換してくださいっつって予算、をですね、削りました。で、1本だけですね、このタイヤだけはって言って変えたんですけど、残り3本もですね、実は変えたかったんですけど、ちょっと予算的に厳しかったんで、まあ、いつかやろうと思ったんですけども、先月ボーナスが出たんで、木は熟したということで、ちょっとネットで安いですねタイヤ屋さんを探しまして、これから、そら君と一緒に、向かってます。グリップっていうお店でですね、ここから10キロぐらい八王子 の、 並木町っていうところにある、タイヤ屋さんですね。今ね、八王子の方まで来ました。あと10分後に到着予定です。白バイ、こいつ白バイこっちの車線に入ってきたんだ。右折しない、せっこずるいね。あんなこと普通は俺たちがやったら捕まるぞ。あいつ、お、あ、そういうこと、捕まえたの。マーチ女だ。だいぶ近づいてきました。あと 2.1 キロで目的地なんですけど、なんかレクサス八王子にですね、今かっこいい走ってるんですけども、昨日実はそらくんワイルドスピードの一番最新作です、ユーロミッション不義理になったばっかりのような友達と見に来たんですけども、そこで使われてた車が何台かすれ違ってる、ということで、ちょっとそら君にワイルドスピードの感想などを聞かせていただきましょうか。どうだった？面白かった。まず面白かったって一番下でね、真横からスピーカー、おお、カメ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 、あー本当だ、すごいねこのカメ。それでね、おお、カメカメカメですね、スピーカーバーってここから流されて、まもなく斜め左方向です。最後がね、ちょっとすごかったよ。戦車出てきたんでしょ。戦車、本当に走らせたらしい。
あの最後はね、東京のやつにつながって、でそこの東京でハンがぶつかって死んだ、死んだじゃん映画で。そのぶつけたベンツが、ぶつけたベンツの人が第7話につながる。第7話って、今度は再来年かぐらい、2015年にやるらしいよ、やるっていう。ワイルドスピード、今までワイルドスピードって6作、そう全部見てきて、1、2、3、4、5、6あるみたいです。私は一本も見てないんですけど、そらく車大好きなんで、ワイルドスピードはずっと、なんかね、2作だよな、映画館で見たのは。ドミニクだったっけ、あの人の名前、頭つるピカの人。いや知らないけど、多分そうだった。ドミニカ、ドミニカがドミニク、ドミニクだよ。で、その人の名前がドムになってた名前がでね、ドミニクだからドムって言われてた。それでね、なんかね、最後はね、飛行機墜落させたの、黒い。すごいね。ちょっと、えぐいし。本物のでかい飛行機。そう。軍用機。軍用機。そう。普通の飛行、お客さんが乗るやつじゃなくて、JAL とか。あるあるある、もっとでかい。多いんじゃなくて。エアバスぐらいの大きさ。潰したのかな。CG でしょ。CG だよな。滑走路が長すぎるわ、あんなんじゃ。話してるうちにですね、あと1キロになりました。ゴールが見えてきた。まもなく目的地が見えてく。グリップ、これかな。はずなんです。信号の先、この信号の先。そこの信号の先。あったー。これか。案内を終了します。ここまでの所要時間は26分で、運転お疲れ様でした。到着。右にあるじゃん。右じゃねえかよ。左かと思ってたよ。ドゥンドゥンドゥン。今タイヤさんを出たところですね。実はタイヤ屋さんね。中古タイヤ3本を取り替えるつもりだったんですけど、在庫が2本しかなくてですね、1本は新品じゃなくちゃいけない、その1本は取り寄せなくちゃいけないって言われて、今日は3本取り替えることできませんでした。で、とりあえず来週の土曜日にですね、3本まとめて取り替えることにしました。今日は、前と同じ状態で帰ります。予算は25,000円、3本ですね、全部工賃とかひっくるめてということなんで、だいぶ安く見